あ、映画ピーターラビットで日本語吹き替え版のピーターラビット役をやらせていただきました千葉雄大です。ベンチの下に皆さん集まっちゃってね。まあ世界中で愛されているピーターラビットの、 あの日本語吹き替え版の役っていうのはやっぱりすごくありがたさと一緒に、まあ緊張みたいなのもありましたし、けど、そうだったんですね。そうですね。でも今回あの可愛いだけじゃないっていうのがこうテーマになっていて、ピーターラビットの意外とこう自由だったりとか、まあもう見て分かる通りウサギって結構自由なんですよね。だからそうですよね。そうやって野原を駆け巡ってこういろんなことをやっていくっていう、その活動的な部分をできるっていうのは、なんかこの二面性という意味ではすごく面白かったですね。結構あの激しいいたずらを繰り広げて、あのでもこうなんとなくこう誰からも憎まれないすごく愛されるキャラクターで、はい、もう本当に僕と同じだなって思いましたね。そこは共通点ですか。そうですね、やっぱり、はい、なるほど。どうやらここから出られることがこの子は分かったみたいですね。こんにちは、お久しぶりです。すみません。いえいえ。ね、マスコミの皆さんの、ね、声でね、誰がこうやんちゃかっていうのが分かるような感じですけれども、ね、まあ、やっぱ僕はもうピーターラビット役でこう、はい、ウサギの気持ちが分かるようになったので、うん、はい、やっぱもうこういう狭いところに囲われてるっていうよりはもう外で自由に出たいんですよね。あ、なるほど。そうそうそう。ということは今こう走り回ってるウサギさんの気持ちってやっぱ、あ、もう全部は全員分かります。本当に全員分かります。そうですか、うん、やっぱりもう、ね、皆さんお顔も違いますしね。あ、そう、全部名前も分かりますし、はい、あ、素晴らしい、さすがですね、うん、さすがみんなのリーダーピーターって感じですね。そうですね。そうですか、ありがとうございます。